わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学が文部科学省より認定された教育内容について紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。私DX 推進本部長を務めております中山と申します。データサイエンスの教育について少しお話しさせていただきます。本学は昨年度からですね、崇城データサイエンティスト育成プログラムというプログラムを実施しておりまして、これがこの度文科省が推進しています数理データサイエンス AI 教育プログラム認定制度のリテラシーレベルの認定を受けました。この文科省のこの認定制度はですね、内閣府が進める AI を使える人材を増やすというふうな考えのもとですね、経産省と文科省が一緒になって進めているものです。それでこの認定は現在約70大学が認定を受けていて、本学はその中の一つということになります。おうおう、具体的にはどのような教育を行っておるんじゃ。情報学科の教員をしております。で、今回開始した崇城大学データサイエンティスト育成プログラムのワーキンググループというのを作ってるんですけれども、そちらの方の座長を務めさせていただいております堀部と申します。よろしくお願いします。昨年度は冬季の集中講義で実施しまして、全学の学生が100名程度受講しました。で、今年は2月の1日から、春季の集中講義として、全学の学生が200名程度受講しています。基本的には全学の学生さんが受けるので、全員が集まって同時に講義っていうことが難しいので、講義をリアルタイムでやるときはそれを動画に残して後で受講して、その結果を課題を作ったりとか、そういった形の講義を15回、このうちの3回は今年はその外部講師の実際にそのといった AI の技術を使って世の中に貢献しているような方たち のお話を聞いて現場を学ぶっていうこと、残りの半分はデータ解析の基本的なことを勉強するのと、最後に応用演習、問題解決のための演習ということで3つのテーマを準備しまして、そちらのテーマをそれぞれの自分の興味があることとか自分の専門に関係しているようなことを選んでですね、今年はシミュレーションと画像のディープラーニングとPython っていうプログラム言語を使った、簡単なグラフ描画とかクラスタリングっていうのをやってます。例えば犬と猫を区別するようなことをその学習させておいて、で実際にその法則性みたいなのを導き出して、で新しい写真を見た時にこれが犬である猫であるっていうのを判別できるようなですね、そういったことをコンピューターシステムにやらせるような技術になると思います。そうですね、1年生の後期で受講するので、なんていうかあんまり専門的に入りすぎるとやっぱり難しくなりすぎますし、もう一つはやっぱりこれから先薬学部とかその芸術とか自分の専門に近いところのデータ解析とかそういったところをイメージしながら勉強してほしいと思うので、そちらの方の動機づけにもつながるような基礎的な勉強をしてもらいたいと思っていろいろテーマを選んでいます。ふむふむ、これからの教育ではどのようなことを目指していくのじゃ。今後応用基礎だとかエキスパートとかそういうふうな学生さんも育成できるようなプログラムの拡張を今後行っていく予定です。データサイエンスで重要なことはいかにデータを取って分析するというふうなこともなんですが、それがいかにその社会をより良くするため の意思決定とかそういうふうなものにつながっていくかいくということがものすごく重要になってきますので、本学は多彩な分野に就職する学生さんがたくさんおりますので、そういう学生さんがこのデータサイエンスのスキルを使って各現場でそこからデータを使って新たな価値を創造していくような、そういうふうな学生さんが増えてくれればなというふうに思っていますので、そういうことができるようなプログラムをこれからさらにブラッシュアップして実施していこうと思っております。これからも崇城大学の教育プログラムに期待が高まるのー。